守れ。コロクさん大丈夫か、君大丈夫か。直撃しなかった今。はい、どうも、ネクロスです。さあね、今回も、ブレワイ旗物語編やっていきましょう。あそこにうっすらと、試練の祠が見えてる。これ、ピンしておこっか。今からね、ちょっと双子山も登っていこうと思ってるんで、今のうちにピンしておこう。またいるね。これもまた、マグネキャッチでうまいこと戦いたいけど、この、鉄箱は、すぐに壊れちゃう鉄箱なんで、前回の鉄の板と違って。まあ、普通に戦っていこうか。武器もね、結構強めの、もう両手剣ばっかになるけど、結構強めのやつがね、やっぱ、マスターモードは、マスターモード限定の宝箱があるから、そこからね、結構強めののが、ナイス出るから、意外と序盤でも戦えるか。で、あの子たちはどうしようかな。ヘッドショット2発で、あとちょっとぐらいか。じゃあもう通常の射撃で倒す。さあ来いよ。オッケー。黒が体験装備してくれるのはありがたい。おいよー。あ、旅人も壊れちゃうか。旅人はまあいらないでしょう。来いよ。ボコブリンがね、体験を装備した場合は結構動き遅いんで、ほら。こっちのリンクの方が攻撃は早いから。な、全然余裕。たとえ相手が黒だったとしても、ボコブリに体験持たせたら動きが遅いから全然余裕やね。さあ、ここから何か出るかな？あ、アカルピー嬉しい。あれ？アカルピーって2回目ゲットしたっけ？なんか最初のテレテテレテテンっていうのがないんですけど。宝箱から出たっけな？焼き獣肉。ああ、もう暗くなってきたな。ちょっとね、暗いと画面にね、あんまりよろしくないんで、ちょっと焚き火もあるし、朝まで待機しよっか。ボコちゃんの角。今の当たんないんかい。木の矢リンゴ、いいねいいね。木の矢リンゴ、ナイスナイス。もう弓矢の数が98。あ、新しいの。焼きガニ。あ、あれコロちゃんじゃないの。こんなとこに向いたのか。朝まで待機しましょう。あー、すごい綺麗くなった。いいね、この朝日。そしたら、あれ？あー、いたいたいた。夜になったら、コログの風車って、あん、コログの風車ってあれか、光るんか。っていうことは、コログ探すのは意外と夜の方がいいのかな？よっしゃー、とりあえず向こうに渡って、このコログのタイプあれじゃない。風船撃つタイプなんで、これね、意外とね、爆弾矢で撃つと、いいんですけど、出てこないな。風船ではないタイプか。こういうタイプね。これはしっかり時を止めて、ナイス。で、あれを解除して、よし。今度はこっちも同じようにやっていく。よし。で、時を止めて、解除して、これで OK かな？よーし。コログの実、10個目。このさ、始まりの大地から降りて、新大陸に来てから、初めてじゃない？コログ。風車式のさ、コログって、始まりの大地にいなかったもんね。そしたら、この奥にも、いっぱいボコちゃんがいた気がする。どんどん戦闘を行って武器調達していこう。その前に、ボックリにやって、武器ポーチ拡張してもらいたい気もするけど、ボックリがいるのもうちょっと後なんで。あ、そうそうそう。前回のコメントでね、何個か拾わないといけないコメントがあって、まあ、序盤に入られるじゃいかないのとか、ムジャラの仮面取らないのとか、そういった質問あったんですけど、まあ、ハイラル城に関しては今のところ行く予定はない。まあ、行ってしまうと強い武器がいっぱい手に入って、まあ、バランスブレイカーというかまあ、バランスがね、おかしくなるっていうのと、まあ、いつも実況するときは先にハイラル城行って取ったりしてるから、まあ、久しぶりにハイラル城に頼らずにやってみようかなと思ってます。で、ムジラの仮面とかのダウンロードコンテンツのアイテム。もうまあ、後ででいいかなっていう感じ。とりあえずは、ダウンロードコンテンツが来る前の感じで、行きたい感はある。んで、コロ君のうちはないから、これ、行けない。まあ、そういう時は、アイスメーカーでやっていこう。待って、これ、アイスメーカーでさ、持ち上げれるのこれって。あはは！沈没するぞ。お！宝箱落ちてる。
気づいてよかった。まあ、どうせオパールとかでしょ？知ってた。さあ、さすがにこれはコロちゃんでしょう。ナイス。コログの実、11個目。オッケー。てか、この、浅瀬超キレくない？水が透き通りすぎでしょう。超美味しそう、この水。ね、めっちゃ沈んでるし、宝箱。こんな、沈むものなのか、宝箱というのは。兵士の槍、あ、まあまあ強い。なんか奥にももう一個見えたんすけど、ここどんだけ宝箱沈んでるの？琥珀。さすがにあそこにあるのは、ルビーとかなんやろうな。なんかもうここら辺はもう、なんかビーチになってるよ、ここ。この白い砂浜。うわー、すげえ。ハイラルに行ってみたいな。魔物めちゃいるけど。めっちゃボコちゃんとかモリちゃんとか魔法を使ってくるウィズローブとかもいるけど。また琥珀がいい。さすがにこれ以上は沈んでないか。あっちに拠点あるね。拠点落としに行くか。中にさ、誰かいる？あ、いるいるいる。中から落としていった方がいいか。あ、そんなにダメージ入っていない。てか、全部黒じゃね。うわぁ、全部黒ちゃん。待て。ここは、電気の矢で痺れさせたいけど、もうちょっと集まってから。みんながもうちょっと集まってから。めっちゃいる。うわぁ、これやば。これ手加減してられんな。この量はまずい。よし、全員おいで。よし、ここで、痺れろー。あ、もう、青ボコぐらいはもう倒せるか。あ、倒せる、倒せる。よしよしよし。そしたら、今度は、まあ、鉄のハンマーぐらいでいっか。あれ？痺れ時間が、計画と違う！よし！ちょっと死体邪魔。なんか落ち着いて、ここの状態で、行く。で、体験は、これがある。これで、ダウン取れるから、で、さらに痺れさせます。で、こっからまたぐるぐるいきます。で、ドシンでひるませる。で、さらに電気で痺れさせる。どう？いい作戦じゃないこれ。オッケー。めっちゃ、めっちゃボコブリの肝が。いいね、いいね。作戦通り。あー、ボコブリの素材美味しい、美味しい、美味しい。ほいよー。オッケー！作戦勝ち気持ちいい！一回死んで学習したぞ、わしは。ね、いらない武器は。まあこの辺いらんか。せっかくの兵士の槍が。この辺捨てて。ちょっと片手剣の方がね、好きなんで。兵士の剣とか、コンボとか。この辺担いでいきたい。この中には特に何もないのか。で、残るは君だけね。電気にはちょっともったいないな。今、ナイス。今、笛吹こうとしたけど、もう全滅してますよ、ここは。よしよしよし。なんとかマスターモードでも、白銀がいなければ、なんとかなるね。白銀がいなければなんとかなるわ。黒と白銀の HP 差って倍ぐらいあるんで、恐ろしい恐ろしい。そして宝箱なんか2個もあるんですけど、おー、なんか出てきた。どうせ琥珀でしょ？知ってるんです、僕。知ってるんです。見事的中させていく。そしてあれコロちゃんじゃない？いや、ダブルコログじゃない、ダブル琥珀か。これコロちゃんでしょうか。この辺も全部、割って中身回収していこう。あー、コキリの斧が壊れそう。コキリの斧じゃない、ヒコリの斧ね。あ、地味に嬉しい。焼きバス。こういったさ、回復アイテムが、ドロップしてくれるのはなかなか嬉しいよね。まあ、ドロップというか、置いてるだけではあるけど。焼きバス、おしおし。あー、カルピーでかいでかいでかい。果ての村行ったり、かかりこ村行ったりしたら、防具買うのにお金ってすごいかかってくるから、嬉しい嬉しい。そして今地味に、昨日や10本出たな。10本セットいいぞ。そしてお魚さん、頑張ります、いっぱいいる。あえい、これが、現代の量です。爆弾量。あ、頑張りますじゃなくて、ハイラルバスか。頑張りますはね、めちゃめちゃ欲しかったけど、あ、君じゃない？今の頑張りますっしょ。この子たち。さあ、爆弾量でしっかり稼いでいけ。頑張りますは料理すると、スタミナ回復できるからいいよね。
長い間生きたハイラルバスと言われている。生命力が非常に強く、調理して食べると頑張るゲージが一気に回復する。そうなんや。長い間生きたハイラルバスが頑張りますになるのか。長い間生きてるから、スタミナが高いよっていうことなのか。これ知らんかったわ。あ、宝箱沈んでる。なんかハイラルって宝箱沈む率高くない？なんでこの世界はこんなに宝箱が都合よく沈んでるんや？あ、銀ルピー嬉しい。これは嬉しい。めちゃ嬉しい。これさ、他にもなんか宝箱いっぱい沈んでそう。コルグの実、12個目。待てよ、これさ、この岩でさ、守れ！濃厚濃厚。あー、この岩でガードできないか。守れ！コログさん大丈夫か？君大丈夫か？直撃しなかった今。そうそう。あのね、コメントによるとね、どうやら、このマスターモードで追加されている宝箱たちは、どうやらね、なんか、結構いいバフがついてるらしい。例えば、この鉄のハンマープラス15とか、あとは、この、縦ガードアップ大プラス19とか、結構ね、強めのバフがついてることが多いらしいわ。だから、マスターモード限定の宝箱っていうのは、結構ね、取っていった方がいいと思う。鎧鯉。硬い鎧のような鱗を持った古代魚。料理に使うと、鱗に蓄えられた成分で骨が強くなり防御力が増す。あの、骨が強くなるだけで防御力って上がるもんなの？筋肉とかいるでしょう。そしてこの宝箱の中身はなんだ？琥珀さん、解禁賞っすね。てか早くかかりこ村に行って、スタミナ強化したい。強化するの忘れとったからね。兵士の槍、さっき見たよ。よし、到着。意外と、背の低い塔だったね。これは、シーカーセンサー。到達していない試練の祠に近づくと反応を示す。強く反応している方向へ向かえば祠へたどり着ける。まだシーカーセンサープラスになっていないから、試練の祠しか探索できないけど、まあ、それでも、十分有能なシステム、アイテム、なんて言ったらいいかな、これ。機能って言ったらいいかな。まあでも、祠の位置はもう大体覚えてるんでね。わ、すげえ！アイスメーカーから冷気出てる。まあ、そらそっか。もちろん氷ってことなんで、0度以下ではあるよね。0度を超えちゃうと、氷は溶けちゃうからね。なんかバッタさんが、バッタさん普通に飛んでる。行かないで！バッタさーん！消えないで！さあ、双子山、登っていきたいけど、どうしようかな。もうなんかゴリ押しで登る？口笛ダッシュのゴリ押しで登る？なんかこれぐらいのね、80度ぐらいの傾斜ならリンクくんはね、口笛ダッシュでこうやって登れるんで、スタミナを回復しながら。ほらほら。もう強行突破よ。ただここはちょっと無理そうかな。ここはさすがに無理そうなんで、ゆっくり登っていこう。あ！宝箱もあるよ。こんなところに、明らかトラップでしょう。ソードアートオンラインじゃこれはトラップよ。なんかキノコも生えてるし。紫ルピー嬉しい。鎧だけ、傘がとても硬く発達したキノコ。その傘に含まれる成分は料理して食べると体幹を強化する効能があり防御力が増す。あ、防御力増すのさっきは骨だったけど、キノコの場合は体幹が強化されるのね。他になんか防御力アップ系のやつってなんかあったっけ？鎧装とかの説明もう一回見てみたいな。双子山にはね、双子山二つともにね、岩ロックがいてて、岩ロック兄弟が。
ユアロックってこのハンマーのね攻撃力が4倍に通るっていうまあ弱点があって、前回さ攻撃力プラス15のとんでもないハンマーゲットしたから、これで殴れば単発ダメージ100超えるっていう27×4 で100超えるっていう、それでちょっとイワロック戦ってみたいけど、なかなかイワロックっていないからね。双子山もどこにいたか覚えてないのよな。でもこれぐらいのね、80度ぐらいある傾斜なら全然登れるので、しっかり口笛ダッシュでゴールよしで登っていきましょう。よーし。うわー、すごい高い場所登ってきたね。ほら、あそこあそこ。さっき、大量のボコボリと戦ってた場所よ。もうこんな登ってきたの？なんかすごいね。山、登山してる気分。てか、登山してるのか。俺が言いたかったのはリアルで登山してる気分っていう感じ。さあ、他からもピン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 反応してるんで、そろそろ、っていうか、マップ見たら、一番最初にピン打ったのが、そろそろ、近づいてきておるぞ。もうちょっと上かな？うわ、そして寒くなってきたな。ちょっと入れる方から防寒着もらえばよかったか。よっこしょ。さあ、祠到着。しべにゃすの祠。ちょっとさ、寒くなってきたし、ワープポイントだけ設定しておいてさ、防寒着取りに帰ろっか。どこからが違いか。まあ、ここからがいいか。なんか久しぶりにウィンドブームした気がする。よっこしょ。で、クリア後、ハイラル王からパラセルをゲットした後のクリア後は、ここにね、宝箱が追加されていて、防寒着ゲットすることができると。山で暮らす人々が愛用する暖かい服、丈夫な、なんて読む、あれ、生地でよかったっけ、あの読み方。丈夫な生地で作られた服と分厚い手袋が体の熱を逃さない。逃がさないか。あれ、逃がすと逃すって同じ漢字やったっけ？あ、逃がすと逃すって、両方ともこの漢字で逃がすと逃す、両方とも読むんか。ややこしいな。すげえややこしいな。双子の記憶、しべにゃすの祠。そう、これはね、こっちにあるのを覚えておかないといけないって、ちょっとね、めんどくさい仕様で、左を1、奥を5とした場合、24215。24215、覚えとこう。これ絶対忘れるなよ。ちょっとメモしておこう。うわぁ、あの水平線超綺麗。ていうかもう夜になってきたのか。さっき、焚き火で朝にしたばっかなのに。ていうかあっちに反応あるけどさ。こっちに渡って、うわぁ、これ怖っ。めっちゃ怖え。こっちに渡って、こっから登れるかな。まあ、ウィンドブームがあればペーンって飛べるけど、ちょっとウィンドブームは縛っていこう。てか、すごい暗くなってきたから、こういう時こそさ、ここで焚き火して、朝にしよう。山頂から見る朝の景色はすごい綺麗なはずよ。そしてここはいっぱい高所あるね。紅白岩塩、いいねいいね。で、希少高所もある。うわー、いっぱい宝石出てきたー。ね、琥珀がさ、琥珀が鉱石から取れるって普通に考えたらおかしいよね。琥珀って木からできるんだよね、琥珀っていうのは。まあ、トパーズとかは石であるけど。うん、ハイラルで取れる樹脂の化石。だから、鉱石から取れるだっておかしくない？これさ、どうやって登るのこれ。さすがに初期スタミナじゃあんな、ところは登れないよね。で、チュッチュちゃんは、こんなところでも出てくるのか。いや、これはさすがに登れねえぞ。いや、反対側からあえて回るっていう手もあるか。双子山を自力で登ったことが、超久しぶりなんで、あれやね、あれ。あれが試練の方からな、頭で出てるから、ピンしておいて、反対側から渡れそうかな。なんか微妙な気がするな。一旦反対側に行ってみよっか。さっき言ったのがそこなんで、こっちこっち。ね、ここもコロちゃんいるね。確かこれはね、覚えているよ。こいつをね、転がして、こっちの岩がいいかな。木の間を通らせる。行け！ん、なんでそっち行くのー。あー、なんか空気読んでくれた。空気読んでくれたわ、あの岩。
よっしゃ。コログの実、13個目。ナイスー。カメラがすごいぐるって戻ってくる。うん、あのてっぺんからなんとか行けそうではあるかな。お、地蔵さんがある。あそこにもコロちゃんいるか。これもコロちゃんでしょう。あ、ていうかさ、これさ、コログの実のゲットする石、これさ、持ち上げる前にビタロックで飛ばしたらどうなるかな。それでもゲット判定になるのかな。でもなんか無理な気がする。あ、でも待って。よく見たらこれ、追い風になってる。そこ休憩ポイントか。そこ。そこ口笛ダッシュできる傾斜があるから、そこまで行ければ勝ちかな。ここここ。ここ口笛ダッシュできると見ていくぞ。できなかった！だや！いや、ここはワープで逃げる。さよなら。これ、怪しくない？あいつか？イワロック絶対いる。わしの考えてる。あれな気がする。いや、これかもしれん。この真下のやつかしれん、かもしれん。いや、でもこれイワロックじゃないか。あ、そっちか。さあ、戦いたかったぞ。君とな。あ、いや、なに？あ、弟の方か。ちょ、それはせこい。それはせこい。ブレワイ歴何年ですか俺。さあ、今度こそ、しっかり上に乗って、よしよしよし、落とされるなよ。さあ、あ、夜行岩ロックは違う。夜行岩ロックはね、まだバグがあって、このゲーム。本来岩ロックって、まあ、ハンマーがね、4倍で通るっていう補正があるんですけど、夜行岩ロックはなんかバグで、この4倍のダメージが、どこ狙ってるの？ 4 倍のダメージが通らないってバグあるんやな。修正頼むぞ、ニンテンドー。もう今更修正パッチは来ないと思うけど。登れる今。登れそうか。よし。どうしようか。まあ、やりつつしようか。いや、威力低いな。やっぱ7じゃ。威力7じゃ。結構、時間かかるか。落とされる？なんとかなりそう？痛い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 。こういう時の、肉。魚か。よし。まず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 。あぶねえ。で、腕がなくなった場合は？そうなるか。よし、これでダウン取れる？オッケー、ダウン取って、登って、兵士の槍が壊れる。オッケー、全うしてくれた。今までありがとう。あとは、棍棒で。殴っていく。オッケー。さあ、これで何が出る？あー、サファイア、嬉しい。火打ち石でした。報酬しょぼいな。